ただ6ターン以内だとエリーゼ引ける可能性がね、わかんないんで、33から始めるっていうのも手ですね。さあ、これはスピード重視でいきたいけど、手駒がわからん。レグスか。やだな。レグス苦手なんすよね。お、月曜日さんこんばんは。お久しぶりっす。まあ、火炎はいるよね。さあ、サクッとね、オーラ引かれまして、それはやべえな。どうしよう。壊す壊す。いや、それはきちいな。これでとりあえず E の4はいけないっすね。で、相手も一旦ね。さあ、あとは引けるかどうか。あ、ドゥンドゥドゥンさんこんばんは。最近見ない間に流血がガチガチ。そうですね、流血は相当強くなりました。お、アンデッツいいね。アンデッツ入っとる。さあ、あまりコンボが使えていないのが気になるんですけど、これがどうなってるか。おっとさ、ダブルオーラ、これやばいね。なるだるか、それはだるいでおじゃる。え、あ、そうか、相手アンデッドだから。そうか、ちょっと待って、困惑、ちょっと待って、お互いにそれは困惑。待て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 、ちょっと待って、ちょっと待ってね。ちょっと待って、急にわけわからなくなった。もう3で放つか。たまにあるミスですねこれ。オッケー。ちょっとこれはなんかいろいろありましたね。さあ、とりあえずね、X 打っていくんですけど、どうきますかね。ポチ太郎さんこんばんは。お、囲いか。シンプル囲い。やべ、ラプンツェル来ちゃった。これはラプンツェル取ってくんのかな。ちょっとコンボスキルこれ組めないね。B の6は。あ、でも角か。ここでおしまいですね。なるほど。さあ、一旦かましもくんやっといて。さあ、全 S は引けたんですが、ただね、コンボ封印もあるよと。で、ここで何が来るか。バリア系ですかね。あ、そ、お、結構軽く出す系か。火力系ですね。数入ってんのか。なるほど。黄色す敵。さあ、あとはロックが入ってるかどうか。これ一応ね、 B の、うん、だよね、そっちコースでコンボスキル使っていこうっていう作戦だね、これ。スーちゃんコンボあるね。これまでか。迷ったね、今エリーゼブッパーわかんねえな、飛ぶかどうか。
あ、いなかったか、ラッキー。ん、しかし待ってよ、これ特殊を受けなくちゃいけないっていう話か。ケイロフスもこれ特殊なんだよな、コンボスキル。じゃあコンボ使わねえ方がいいか。この子たち怒ると怖いの。多分ケイロフスコンボ使ったら受けらんないよね、物理と特殊だもんね。 OK、 負けみたい。アナントマッシングしていく。これもまあ3311コースいくか。さあよろしくお願いします。これはねロックがいるんで、注意よと。さあロンロンはリッチワックスね、永続のやつです。さあたまにねコンボスキル使えないやつがいるんで、そこだけ注意なんで。おじゃるが X いきましょう。 X 打ってってそれで、どうなるか。あ、水玉レスカソウル来た時かけら結構溶かしちゃいました。僕ね、あのストラクチャー2種類も買っちゃったんで、あの時ねストラクも2種類買ったんですよね。やべ、癖で1で打っちゃった、これまずいです。驚きだ、やばい。33から入るつもりが11でやっちゃった。ただこれあれだね、あのアナンの吸収とか、フェリグの毒入る前にワンパンできるやもしれない。夜明けまでに片付けて。やっべー、33じゃないわ。ちょっと一旦ロンロンで。あ、林さんこんばんは、いつもありがとうございます。さあ次ラプンツェル置くんですけど、これリーサルミスると相手の、火力一気にきますからね。さあフェリグ撃たれて村正来るかどうか。 OK、 一旦ナタリオと。お、さあカリス来てくれましたけど、ちょっと置いてる暇もうないか。私のことを知る必要はない。これガチで33だったな。3311だったらこれ勝ってるね多分。まああと2ターン以内にエリーゼ引ければいいんですけど、どうでしょうか。ロックもあるからね、どうなのかな。なるほど。おっと、さあ結構ダメージ食らってって、40、まあ40貯めますか。さあロックが来るかどうか、微妙にダブコンだな。さあロックは来なかったんですけど、こっちもねエリーゼ引けていないんで、まあでも1万4000飛ばせそうだよね。あ、でも回復か。うわ、毒強い、そんなに。さあ引けませんでしたが、ただ霊力これ相当溜まるんで、溜まってるんで、てかあのカリスカリスちょっと打ってる暇ねえか。35ダメージ的にこっちか。よいしょ、多分これ飛びます。感覚、さあよいしょと。 OK、 さあ1万7000ワンパンしていく。お、じゃあこれはちょっと33からいきますか。さあカリナが打てればかなり強いよと。こいつコンボスキル激強なんで。え、チャムさん、ソウルってエリーゼ引ければ他のエース引けなくても。そうっすね、そこら辺の検証動画は前にね、動画で作ったことあるんで、ぜひね、そちらの動画も見ていただけると幸いです。まあ33で行くにしろちょっと X 行きますか。シンシンさんこんばんは。これね、カリナ根掛けできそうなんで、まあアマテル S5 なんでちょっとやばいかなっていう。さあ一旦回復しましょう。こいつが、うん、コンボもいい感じに回復と。さあ一旦ちょい削りしてって、これであとはね、6ターン以内にエリーゼ引けるかどうか。まあ最悪ね5ターンでエリーゼ打ってって飛ばすもあるね。さあアマテル君はまあ大体 C の2とかで打ってくのかな。
で問題は次なんだよな。次にビブサニアとか来ちゃうと相当苦しいんでね。さあそれがどうなってるか。さあこっからはもう強いキャラクターだけ打っていきましょうか。さあコンボやっていきます。 MK さんこんばんは。ソウルやりたいけど、エリーゼ持ってないと。そうっすね、エリーゼは欲しいね。まあ暗黒デッキやる上でシェンメイいないような感じなんで、まあ、最悪暗黒がシェンメイいなくても代わりにまあメイレンとかトレグレニクバイザンいるんですけど、ソウルに関しましてはそこら辺の代替がいないんでね。エリーゼの代わりになるやつは。さあここで S ゴマが来るかどうか。さあ回復ね結構してるんで HP は意外とあるんですけど、おっとここでグノーか。なるほど、ここでのグノーですか。あ来ましたね、カリス。しかしちょっとカリスを打っている場合ではないかも。もうね、ダメージも出しながらエリーゼ引きたいんで、回復はするけどちょっと霊力たまんねえんだよな実はね。まあこれでいっかな。カリス混合したいね。さあダメ与えつつ、ただ相手のこの、おっと、さあそれはズバッと召喚取れますが、これどういくのかな。シーノに打たれたらどうしよっかな。だよね、シーノ2だよね。コンボがいい、あれだな。ちょっと一回これ回復する説あるか。さすがに F の4はいけないっすね。こっちか。何アンチヒールだと。それは面倒すぎる。エリーゼ引けないか。いやー次エリーゼ引き願うか。もはやしゃねえか。相手エスゴマ全然打ってきてないんですけど、ペトラぐらいなんだが、一応これで根格だけやっといて。さあこれでねエリーゼ来なくても発火はできますね。とりあえず1万2000か。どうなんだろう、結構ねこれも強いからね。カリナもエリーゼ引けなくてもカリナ根格できれば割と飛ばせることあるんで。さあどうなんでしょうか。さあスーちゃん打たれますが、まあこれは飛ばせないと負けかな。ラプンツェルか。ラプンツェルって25か。微妙だね。これは行くしかねえか。行きましょう。よいしょと、いけるかな。オッケー飛ばしていく。さあエリーゼ引けなくてもいけるんです。てかあのカリス使わなかったな。ちょっと HP 低いな。 S5 デッキなのか、それとも呪いのねキャラクターとかが入っているのか。コンボねえのか光。じゃあ普通に行きますか。後手番はできればね X 打ちたいけどね。ドゥンドゥドゥンさん、僕はランカーではないですね。まあいわゆるね普通のランカーは、まあ、100位以内なんで全然ランカーではないです。ランキングにはね反映されてますけど。今の環境アマテル多いからなかなか呪いは刺さりにくいかな。ああまあそうですね、時間が早いからっていうことかな。継続系は微妙っていうことですかね。パナケイヤはね、あれなんだっけ、チョゴマでしたっけ、キョゴマだっけ。とりあえずおっと、なるほど、そういうことか。呪いが多い感じかな。それはだるいの。しかも 100% 返しなんだよな実は。実は 100% 返しっていうね。さあ結構コンボスキルあるねこれね。かわしてくんのかな。ロスかブブはないと思いますけど、単純にあれっすね、あのコンボスキル使おうぜっていう、そういう感じですね。僕もねこれやったことあるんで。
さあ、婚活したいね。F の4、カリナ打てればいいけど、多分カリナ打てねえな。ここにもう置いちゃおうかな。そしたら。取ってきたら、まあ、のんびりやっていけるし。これ、左下 X もね、あるんで。そうなると、カリナコンボスキル、まあ、いつでも発火はできますよと。結構、左下 X 来るからね。まあ、より来るかな、呪えるんで、相手は。だよね。そういうことしてきますよと。いや、コンボ使えてねえな。ガチでコンボが使えてないの痛すぎる。しかもリーダー呪ったし。ケツ。もうコンボ使うか。そろそろ痺れてきた。きちいな。ケイロフスか。いやー、むずいね。カウンター若干痛えな。しょうがないか、これで。体幹飛びかな。呪いもあるんでね。あ、終わったわあ、しかしギリギリ生き残っていく。これで発火はできますよと。1万いけるかな。まあいけそうだけどね。1万ぐらい行きましょう。1万ぐらいいけるっしょ。オッケー、グノー運ゲー制したわ。エリーズの変換率が20で、あ、15で、こっち、セイランが20なんですよね。だから足して35なんで、霊力かける35ですね。計算は簡単っす。ただ、エリーズ打つ時も霊力溜まるんで、50足す枚数返しですね。さて、2枚目のエリーゼが来たらソウルは環境入り。あ、それはするんじゃないですか。さすがにね、どっちか引けば OK っていう形になっちゃうんで、まだそれは出ないかな、さすがに。さあ、一旦ロンロン置いてって、お、エンデが捨て、なるほど。あー、いやー、これむずいな。まあでもこれでいっか。ちょっと今コンボね、バシバシ使っていこうと思ったんですけど、カリナがね、来たんで。で、カリナが来ると、あ、カリナが来ると、プラス10ですね。だから35足す10で45になって、あ、なるほど。楽しいわね。それはだるいでおじゃる。が、しかし、これで相手の方、A の、2に来るから、そのタイミングで自分がカリナを設置してどうなるか、か。あ、来ないか。さあ、A のに来るかと思われましたが、そっちですか。じゃあ、これは根掛けでいくかな。さすがに乱体もいないんで。このね、カリナ微妙に取れないですね。で、これは45足す、あ、45かける、カッコ50足す枚数返しですね。50、うわ、タルタルか。うん、ちょっと防御が入ってるんでいかついんですけど、夜明けまでに片付けちゃいましょう。うん、まあでも行くしかねえな。行きましょう。ちょっとシールドが絡んでるんで、これワンチャンやべえか。オッケー、飛ばしてく。ギリギリ